僕っつうのご飯とか結構好きなんですよ、はい、パンとか好きなんですけど、はい、どうしても、はい、例えばその北島さんが牛肉ダイエットやられた時に、はい、どうしても食べたくなった時は、はい、あのお助けツールみたいなのあったんですか？ああ、まあそれはあのたくさん今はありますね。あの今本当にすごいあの食べ物の中でも糖質制限っていうのが流行っているので、まあ、糖質ゼロ麺であったりとか糖質がほぼ入ってないブラウンパンとかあったりとかしますし、あとはですね今僕が開発したあのボリザダイエットっていうものはですね、あの難消化デキストリンとかが入ってて、あの糖の吸収を抑えたりとか、まあ、緩やかに入れてうまくその血糖値を上げにくくするものが入ったりするので、あの食べちゃったなとか食べたいなっていう時一緒に飲んであげるとちょっと若干効果が出たりとかしますし、まあ、あと他のサプリメントの作用もあってちょっとなかったことにしてくれるに近いような状態にはなりますね。なんとかウーロン茶みたいな、まあ、あのというよりもなんとかウーロン茶じゃなくて、あれですね、一番近いのはトココのコーラとかに入ってる成分ですね、あのなかったことにしますみたいな宣伝してるじゃないですか、あれと同じ成分がボイザダイエットの中には入ってるんですよね。であとはあの代謝を高めてあげる、脂肪の代謝をより早くしてあげるために、あの中鎖脂肪酸ってココナッツオイル流行ってるじゃないですか、あのココナッツオイルの成分があの中鎖脂肪酸といって、あの一番10分ぐらいでエネルギーに変わるので糖質を取らなくてもあの我慢できるんですよ。まあ、それをプロテインにあのその成分を入れてあげて、プロテイン自体もあの甘くて美味しいキャラメルバニラ味とかにしてあの飲みやすいものを作ったので、あのそういうものであの我慢できるっていうのは、あのその2つが結構僕の今回のポイントはありましたね、はい、その具体的な2つのプロテイン、はい、サプリメントを使うシーンとか、はい、まずですね、あのそのケトジェニックダイエット用のプロテインの方はですね、あの甘いスイーツ味なので、ただ単にスイーツ食べたいと思った時にそれでごまかせるっていうのもあるし、あとそれでプリン作ったりとかするとすごい美味しいものができるので、僕はそれもよくやってましたし、まずスイーツの代わりにもなるし、あと通常のプロテインと同じ方法も、あとは糖質食べたいただ思った時に早くエネルギーになるので糖質を取る欲求があの脳みその方からなくなってくるんですよね。でそれを使えることと、あとどうしても食べちゃったとか食べたいっていう時にボリザダイエットと一緒にするとちょっとは緩和されるっていうのもありますし、そうですね、あとワークアウト中に飲むのもいいアミノ酸がいっぱい入っているので、そのワークアウト中に飲むこともできますし、ちょっと食べちゃったっていう時にガッて飲むとか、食べながらちょっとどうしても食べたいけどちょっと飲みながら食べようかみたいな感じで使ったりとかもすることは可能ですね。そう応用して、はい、プリンを作ったりっていう、はい、そのやり方とか、はい、例えば、はい、プリンを使うって、はい、そのまあスイーツ系だと生クリームを使ったりする、はい、それも大丈夫ですか？あ、生クリームっていうのは実はですね、あの生乳 100% の糖分とタンパク質をほぼなくしたようなもんで、糖質実はほとんど入ってないんですよね。ですから動物有用な動物性脂肪なの で特にあの生クリームの中でも45っていう脂肪分が多い、今までで一番太るって言われた高級生クリームは一番太らないので、あのそういうものも使えますし、あともうあのマヨネーズなんかについてもコレステロールゼロとかカロリーハーフよりも普通のマヨネーズの方が太んないんですよ、ケトジェニックダイエットした場合は。ですからもう本当にちょっと概念がガラッと変わるダイエットなんですけども、その生クリームも使えるから本当に美味しいプリンが作れますし、今までのダイエット食っていうのはあのダイエットスイーツって言ってもなんか普通のスイーツに比べたら美味しくないなってなるんですけど、本物の生クリームも使えるし本物の卵の黄身も使えますから、もうプリンに欲しいとこみんな使えるわけですよね。ですから本当に美味しいお取り寄せプリンと何ら遜色なくて、しかもあのタンパク質が多く取れてダイエットにいいっていう幸福感がプラスされますのでもっと美味しいですね。本当に楽しいダイエット、それがあることも、そうですね、できますね、はい、もうホイップクリーム乗っけたプリンとかを食べてても平気なわけですから味がすごい気になるんですけど、はい、どんな感じなんですか？いや、まあ、まるっきり普通のお取り寄せプリンみたいな感じですよね。あの、はい、プロテイン自体、そうですね、プロテインですか？プロテイン自体はもう本当にキャラメルバニラですね。はい、をなんとかバックス、そうですね、実はそのアイスコーヒーのところに乗っけてあげるとなんかフラペチーノみたいになったりとか、すごい美味しいです。コーヒーにも合いますね、はい、よく僕アイスコーヒーに乗っけてやったりとかしてましたけど、もういろんなシーンで、はい、まあ、例えば食事の時にはボリザダイエット、はい、で女性の場合だと2つ併用した方がいいんでしょうか、ね、そうですね、もうできれば2つ併用した方がいいですけれども、ケトジェニックダイエット自体でタンパク質結構取れてることが多いので、ボリザダイエットだけでも結構いい人もいるかもしれないですね。なるほど、はい、じ
女性はブリーダーダイエット1個でも十分そうですね、いい効果期待できますね。まあ男性だとちょっと筋肉太くしたい人はやっぱプロテインどうしてもやっぱ効率的に取れるので、はい、やっぱ食べ物よりも安上がりですよ、プロテインの方が。プロテインは必要になってくると思いますけどね。北島さんの商品の、はい、まあ、プロデュースされたので、はい、あれば、はい、ライトとケトル、はい、そうですね、組み合わせだったり、はい、じゃあダイエットだからアルティメットじゃなくて、はい、ライトとそうですね、はい、それであとボディザとケトルの組み合わせ、そうですね、はい、ダイエット時には、まあ、例えばグリセミック質ダイエットを気にする方であったらアルティメットプロテインとかアルティメットプロテインライトの組み合わせだったりとかしますし、ケトジェニックダイエットでしたら、例えばどうしてもケトン臭が気になってしょうがないっていう人だったら、最初の2週間はアルティメットプロテインライトの方を飲むようにしてもらって、ボイドダイエットと併用するとなだらかにこうケトン体が入ってくるので、まあ、体臭もまず出ないですし、はい、でまあそれでも早く増したい人は最初からケトジェニック専用のプロテインとボイドダイエット、まあ、ボイドダイエット その酸味とか他のアミノ酸の作用でケトン臭を防ぐ効果もありますので、まあ、そういう取り方もできますし、まあ、組み合わせによっていろんなやりやすい方法が出てきますね。なるほどですね。まあ、なんかすごい、はい、多分これ見てる人で、はい、いろいろ疑問に思ってる不安に思ってることが、はい、出てくると思うんですけど、それってなんか答えていただけたりするんですかね。今ちょうどここにですね出てると思うんですけども、こちらから質問をしていただければ随時なるべく答えられるようにはしてますので、何かここにない質問があった場合はぜひどんどん意見を寄せてみてください。じゃあもうこのボディザダイエットと、はい、ケトジェニックダイエットも、はいはい、まあ、ケトジェニックダイエットにこだわる必要もなくて、まあ、そうですね、は全部おすすめだよ、はい、そうですね、まあ僕のプランでいけば低脂肪ダイエットでもグリセミック質ダイエットでもケトジェニックダイエットでも対応するサプリメントは出してますので、まあ、その自分に合った方法でやってもらっても結構ですし、まあ、ただケトジェニックダイエットが最近僕は一番楽じゃないかなと思ってるのでプッシュしてますけども、まあ、いろんなダイエットの方法に、特にボイドダイエットはマルチでダイエットの時に一番必要なものが全部取れるのでいいと思いますね。ぜひ僕も飲んで、はい、買って飲んでみたいと思います、はい、その味が楽しんで、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。